皆さん、宅配ピザの、ピザブラック、って、ご存知ですか？倒せ、ピザーラ、を目標に、とにかく材料適当、調理も適当、クレームが来たらスルーという利益追求を、第一としているピザ会社です。しかも、ここの社長の黒田、ゼニゾウは、ゼニ、ただ同然、という言葉が、大好きだそうでって。ん？この社長の写真ってば、どっからどう見ても俳優の、エンケンさんですよね。渋い演技と独特の存在感で、テレビや映画で活躍する個性派俳優の、遠藤憲一さん、ですよね。そう、現在、ピザーラの新 CM として、俳優の遠藤憲一さんが、社長を務めているのが、架空のピザ会社、ピザブラック、ピザブラックのサイトも実際に、作られており、これがかなり本格的で面白いのです。黒くて不気味なピザブラックの、サイト。ここでは経営理念を集約したシャウタダンスを、社長の遠憲さん自らが、披露。これがめっちゃキレがいい。そして、歌が頭から離れない。これはまずくて適当でも逆に、注文してみたくなるぞ。そして、ピザブラックを実際に頼んだ人からは、称賛の声が続々と、寄せられています。ピザブラックのおかげで恋人ができました。ピザブラック以外のピザは、もう食べられない。社長さんが素敵。手作りのピザーラ、超えられない壁。効率の、ピザブラック、ステマじゃないよね。これってステマじゃないよね。なんとなく嘘周囲っていうかいやいや、気のせいですよね。ピザブラックのサイトトップページには、注文時の電話番号も、載っていますので、食べてみたくなった人はオーダーしてみて、ちなみに現在、ホームページでアルバイトも募集中、ピザの写真を美味しそうに、加工する簡単なお仕事、で、なんと、時給10万円、ただし支払いは、20年後からになるそうなので、働くことになったら気長に、待ちましょうね。皆さん、宅配ピザの、ピザブラック、って、ご存知ですか？倒せ、ピザーラ、を目標に、とにかく材料適当、調理も適当、クレームが来たらスルーという利益追求を、第一としているピザ会社です。しかも、ここの社長の黒田、ゼニゾウは、ゼニ、ただ同然、という言葉が、大好きだそうでって。ん？この社長の写真ってば、どっからどう見ても俳優の、遠憲さんですよね。渋い演技と独特